チームには迷惑かけてたんで、なんとか評価出てよかったです。まあ、そんな今日の試合ですけれども、まずはマウンドに上がる際どんなことを考えて、どんなことを意識してマウンドに登りましたか？まあ、そうですね、いつも、腕を振ることだけを、考えてやっているので、今日も、同じように腕を振って思い切って投げようと思ってマウンド立ちました。その結果6回2失点、プロ最多の111球の熱投でした。今日の投球振り返っていかがでしたか？いや、もう中村さんのミートめがけて、思い切って投げようと思ってたので、それが、6回2失点という結果だったので本当に良かったです。スクイズがありました。あの場面どんな思いで見ていました？いや、まあなんとか1点取ってほしいと思ったんですけど、まあスクイズで取っていただいて本当嬉しかったです、はい、さらにはバックの皆さん、野手の皆さんの攻守、そのあたりはいかがでしたか？いや、本当いつも投げていて、いい守備ばかり、してもらっているので、なんとか今日も、僕がしっかりピッチなどを抑えて、投げたいなと思ったんで、はい、その面では良かったと思います。はい、残り3イニングどんな思いですか？いや、もうチームが勝てばいいと思ったんで、なんとか、はい、勝ってて良かったです。はい、そして今日も超満員のファンの皆さんが神宮球場を詰めかけました。ファンの皆さんの声援はいかがでしたか？いや、いつも本当に大きなご声援いただいて、僕ら必死に頑張っているので、今日も熱いご声援ありがとうございました。さあ、これで連敗を3で止めました。次回の登板、そして今後のピッチング、どんなピッチングしていきたいと考えていますか？いや、本当は今日のように、もっともっと腕を振って、もっと、勝てるようにしたいんで、また、もっとまあ、勝てるように頑張りたいと思います。はい、それでは改めまして、超満員の神宮球場のファンの皆さんに力強い一言をお願いいたします。はい、いつもご声援ありがとうございます。チームはちょっと苦しいですけど、これからもっともっと勝てるようになっていくと思います。また熱いご声援よろしくお願いします。今日のヒーローは今シーズン初勝利、高橋圭介。